ほしい。アボカド巻き。今日寒くないから麺はやめて。海苔巻き。みんな喜んでくれよ。やっぱり経験が違います。経験がそこはなかなか追いつかないところで、すごい勉強になってます。来ちゃってるよね。時間も30分前ですね。来てるし、みんな早いから。みんなちょっと早めに行きます。お腹空いてるからね。練習終わって、レオアポカート、アポカート&納豆ね。納豆アポカート、ナイスナイス、センキュー。キュウリの漬物、納豆好き、納豆好き、納豆好き、アポカート好き。ユーディローストビーフ、ローストビーフ、ヒアヒア、わお。何巻き食べてんの？いいな、いいな。納豆巻き。ワンミニ。バリうまい。プリーズウェイ、ワンミニ。お前あかんで、つまみ食いは。その口で言うな。行儀悪いの。うまっ。うまいな。サラダが来てる。うまいですか？うまい。納豆巻きや。何が？イタリアン。あ、そう。あ、あこれやん。イタリアポッキー。イタリアンパス。おしゃれなことしとるわ。エビ大丈夫ですか？イタリアンパスタ。エビ入れます。はい。イタリアンパスタ。エビ OK。表現。エビアレルギーないですね。おしゃれです。おしゃれ。僕らは。これ作ってるのを見せるのもプロっすよね。確かに。見せ方が。こんなんなかったもん。マサルトムさんが見たので。これやばいわ。あれ、グルテンフリーもらってきた。すいません。これ終わったら。あ、よく行って。この緑のやつは何？無菌。無菌。無菌。うわぁ、うまそう。食べ方もプロやわ。めっちゃわかるよなぁ。味の仕方まず熱いやろ。うまい、うまい。いただきます。野菜取んないから野菜のパスタに。あ、確かに。ありがとうございます。自然とね。これは絶対。いただきます。今すぐやります。パスタはスパゲッティが3キロでグルテンフリーが500。昼と夜。はい、お疲れ様です。どうぞ。すっごい辛いの入ってないんで。あ、やった。飲みて。辛いの入ってませんから。納豆好きなんですか？納豆好きです。大好き。全然首動いてない。一番うまい。マジで美味しい。今までいっぱい遠征行ってると思うんですけど。いや、余裕で一番。じゃこのパスタ、あれ、グルテンフリーのパスタです。めちゃめちゃうまい。昨日もカレーうどん作ってもらって、本当に美味しい。
しかも食事のストレスないから、うん、マジで本当にありがたい、本当にありがたいです。また食事楽しみだもん。なんかね、うん、はい。日本食食べれるっていうのは違いますか？海外でね。海外いる感じしないよ。だからなんかわーってなんない。ありがたい。味。日本にいるときより。日本で作ってくれてる人にちょっとあれやけど、まあまあまあでもそれぐらい、まあ、それぐらい体重増えて、体重増えた、体重は結構キープできます。海外にいながら和食食べれるみたいな、それ強いっすね。そうっすね。ねえ力也さん、しょうもない話しとんな。わかった。別にお前らのコメントがどういうことだ。最高っす。マジで、あの海外行ったら絶対体重減っていくっていうのがあれですけど、キープもできるし、もう増やそうと思えば増やせるもできるんで、すごく助かってます。味も美味しい。味美味しい。一番それが大きいですよね。マジで食事のストレスが全くないっていう、むしろ楽しみなんで、そこはもうすごくハッピーですみんな。最高のコメント。こういうの、こういうのなんですよね。さすが。下手くそね、やっぱ。うまい。まず去年のフランス遠征の時に、今年使うトゥールーズの施設で、まあ、滞在して、まあ、いわゆるシミュレーションみたいなことをしたんですけど、やっぱり長期になればなるほど、こう食事や文化の違いがこうパフォーマンスやコンディションに影響するなっていうのはやっぱり思っていて、で特に食事っていうのはただ栄養を入れるだけではなくて、そこで会話が生まれたりエネルギーを培ったり、そういうこうすごい大事な環境だと思うので、まあ、そこに対して勝つために何ができるのかっていうのを、まあ、マネジメントスタッフ等も話し合って、やっぱり日本人シェフを呼んで食事の環境からパフォーマンスを良くできることを考えていこうということで、きっかけができてきます、来てます、はい、まず初日にあの選手にどうって聞いたら、美味しいって返ってこずにやばいですって、やばいぐらいなもう美味しさですというようなあのコメントがすごい返ってきて、これは間違いないなというふうに思いました。5月ぐらいに、僕があの福島の西さんのレストランまで、伺ってですね、お話とあと実際にそこで出されてる食事、その時はハンバーグとサワラの西京焼きだったかな、あとカレー、あの、まあ、主に3つメインの食事があったんですけど、全部食べてですね、これ合宿中とか遠征中にもし、ましてや海外で食べれたらそれはエネルギーになるよねというふうに思って、西さんにぜひ一緒に戦いましょうというような話をさせてもらいました、はい、食事量的にはどれぐらい？量的にはですね、まあ、お米の量はサッカーの選手の方が食べますね。ラグビーの選手は半分も食べない程度でしょうか、まあ、海外の人はいるからパンを食べるっていうのもあります。どちらかというとタンパク質、お肉とお魚ですね。お肉の消費量はサッカーが多い。3倍ぐらいじゃないでしょうかね、はい、選手の皆さんね、それぞれ思いはあると思うんですけど、やはり勝ち上がりたいっていう気持ちはみんな一緒だと思うので、そのために少しでも力になりたいなという思いで頑張ってます。